秋山和義は、日本の指揮者。東京交響楽団警官指揮者。バンクーバー交響楽団警官指揮者。広島交響楽団就寝名誉指揮者。日本指揮者協会会長。大阪市音、ウィンドオーケストラ芸術顧問。専属学園音楽大学芸術監督、特別教授。青山学院中等部、東方女子高等学校音楽科。 東方学園大学音楽学部卒業。指揮法を斉藤秀夫、ピアノを井口秋子、ホルンを千葉薫、打楽器を岩城博之に指示。斎藤メソッドの継承者であり、小沢誠治、山本直洲らとと共に斎藤秀夫の文化生。斎藤の下で厳しい指導を受ける。1964年に東京交響楽団を指揮してデビュー。 大阪フィルハーモニー公共楽団指揮者、カナダのトロント公共楽団副指揮者を経て、バンクーバー公共楽団音楽監督に就任。アメリカ公共楽団音楽監督、シラキューズ公共楽団音楽監督を歴任。クリーブランド管弦楽団、フィラデルフィア管弦楽団、ボストン公共楽団、ケルン放送公共楽団など、アメリカ、カナダ、ヨーロッパのオーケストラに多数客演。 NHK 公共楽団での指揮も多い。日本での演奏活動は、東京公共楽団音楽監督、常任指揮者のほか、大阪フィルハーモニー公共楽団主席指揮者、札幌公共楽団ミュージックアドバイザー、主席指揮者を歴任。現在は、東京公共楽団警官指揮者、広島公共楽団音楽監督、常任指揮者、九州公共楽団警官指揮者、 チューブフィルハーモニー、公共楽団アーティスティックディレクタープリンシパルコンダクター。吹奏楽にも造形が深く、大阪市音、ウィンドーオーケストラ芸術顧問を務めている。1984年には、恩師、斉藤秀夫をのんで小沢誠二と共に、斉藤秀夫メモリアルコンサートを開催。このコンサートが、斉藤記念オーケストラの発足につながる。 題名のない音楽会などの音楽番組への出演、演奏多数。1969年に、専属学園大学音楽部客員教授。1989年に、同大学専任教授兼付属式研究所長に就任。2011年に、専属学園音楽大学特別教授兼芸術監督に就任。斉藤メソードの更新指導にも当たっており、 四季法やオーケストラについて解説した DVD にも出演している。1998年に広島公共楽団主席指揮者兼ミュージックアドバイザーに就任。2004年に同楽団常任指揮者兼音楽監督に就任。2017年4月から同楽団就寝名誉指揮者に就任。大阪市音楽団を指揮して2007、2008、2011。 2012-2016年度の全日本吹奏楽コンクール課題曲の参考演奏の録音を行った。大阪市音楽団から名称変更をした関係で2016年度の録音文は大阪市音、ウィンドオーケストラ名義となっている。2012年6月より日本式社協会第5大会長を務める。ありがとうございます。